ふわっと元気にコンダンスの皆さんどうもダイヤです。今回もトータリーアクレートバトルシミュレーター TFS やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで最近めっちゃ寒くなってきた気がする。なんか前にも増して寒くなってきたような気がする。そう感じる最近。なんか全然関係ないんだけどさ、僕その東京住みっていうのは何回か行ってる気がするんですけど、東京に住んでるんですけど、なんか東京の冬ってさ 1,2 月の方が寒くないか。そう思いません？確かさ、去年も雪降ったの2月とかじゃなかったっけ。なんかホワイトバレンタインみたいなことを言ったような気がしないでもしないような、覚えてないけど。もうさ、去年のこととか覚えてねえよな。そう、学生終わってから1年間のことってあんまり覚えてないなっていう風に割と最近思ってる今日この頃。皆さん去年の誕生日とか何したって覚えてます？去年の誕生日とか、僕はなんとなく去年の誕生日覚えてるんですけど、確かモンハンだよな。去年は多分今頃モンハンしてた気がする。誕生日はモンハンのオーマディアブロスを倒そうと頑張っていたような、そんな気がする。ダメだ、覚えてねえな。はい、まあとりあえずそのところ置いておきましょう。今日もね、なんだっけ、リクエストマッチはちょっとリクエストが少なくなってきてるんで、みんなのコメントマッチってところでね、TFS 世界旅行やっていく。はい、ということで今回やっていくのはアイスパワー。はい、今回はね、このパワー系統のステージをやろうと思うんだけど、少ねえな、敵少ねえ、敵が相当少ねえ。でもよく見てほしい、敵が相当少ないけれどもえげつないのがいる。アイスジャイアント、そしてウル、おい、でその前にこれでしょ、こいつクマはアイスジャイアントユニットじゃないけど。まあとりあえずそれは置いといて、待ってこれはやばい気がする。ジャリだっけ、ジャリとバーサーカーじゃなくてブラワー。ブラワーが6体、2612の3618で1380で、これが850、まあ大体2100ぐらい、大体2100ぐらいにこいつが、待って、2100ぐらいでウルが3000でしょ、5000、アイスジャイアントが6000、まあ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 、11000を7400で倒せ。一個無理言うやん。なかなか無理言ってくるやん。どうしようかな。これ普通にさ、構成っていうより敵のパワーが強い、パワーがパワーしてる。どうしようかな、考えろ。たった7400で、いやウルがきついな。ウルがいるせいでマジで大量に並べるってのがダメだから、将軍は使えませんよね。あ、将軍使えるならワンチャンあるか、ワンチャンあるかもしれない。将軍がいるなら若干の可能性を感じないでもない気がする。俺はそう信じている。分からんけれども、で実はアイスジャイアントって一回動画でも取り上げて、バルキリー使えないのね、使えないのね。バルキリーは、分かった、バルキリーは使えない、分かった、オッケー、理解した、完全に理解した。どうする。いや、これはポイズンセルラーで引っかき、回せるのか、引っかき回せるか。疑問しかないけど、でも結局のところアイスジャイアントを倒すだけの力がないといけないから、力が欲しい。思ったけど、なんかこれなんかこのさ、先生と将軍だけっていうこのなんか奇怪な構築スタイルで勝てるんじゃないかっていう風に俺は考えてしまった。パワーにはパワーで対抗するんだ。相手のパワーが強いんだったらそのパワーに合わせてパワーに将軍はどこ行ったの、将軍はどこ将軍消えたけど、瞬時に将軍瞬殺。せめてさ、遺体は残そう。前も言ったと思うんだけど、遺体は残そう。マジで。遺体は残さないといけないよ。せめて遺体を残してくれないと、遺族の方々がってか、マジでやべえな。待って、ポイズンセルラー効かねえ。で、ポイズンセルラー効かない理由として、あれだ。そうだわ。そういえば、
変わったんだったの、そういやな。忘れてたわ。ポイズンセルラーとかそういうで、なんか投擲系キャラクターなんかしないけど、アイスジャイアントを徹底的に狙うように設定されてしまったんですよ。よくわかんないですけど、本当によくわかんないですけど、おかげさまでマジで戦ってらんねえぞ。え、待って、やべえ、後ろのをやってくんないと困るのに。え、待って、普通に自分が操作したい。いや待って、いやでもこれはまだ諦める段階ではないと俺は信じている。で、ここは将軍がどうにか頑張ってくれるから、このスクエアを大量に並べてみる。スクエアでどうにか頑張ってみたい。いけるかわかんねえけど、でも将軍を前に並べて、ウルの攻撃を潰していくっていうのは多分間違っちゃいないはず。で、あとは先生がどれだけし、先生が頑張って倒せればいけるんじゃないか。いけるか、いけんのか、やれんのか、お前。あ、やばい、これまずい、これまずい気がする。いや、いけるか。せめてアイスジャイアントだけでも倒してほしいんだけれども、それは無理ですか。あ、倒しました、ありがとうございます。あとは、あ、これダメだ、終わった、突っかかってたから終わった。待って、アイスジャイアント強いんだけど、ねえ、体力高い。え、どうしよう。結構ウルがポコポコ投げてくるから、マジでウルの攻撃は侍で弾けるかな。侍で弾くしかないか。侍を大量に並べてみる。ん、大量に並べるでいいのか、これでいけるのか。先生はお前の方に並べて、侍をもうできる限り極力並べまくってみる。わかんねえ、わかんねえけど、とりあえずやってみよう。はい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 、バトルスタート。オッケー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 、いよ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 、いい感じだよ、いい感じだよ。その跳ね返していって、跳ね返していって、できる限りその攻撃をね。そう、いやマジでさ、目の前にいるさ、目の前にいる、マジでちょっと待って、アイスジャイアントにしか攻撃しない、マジでマジでアイスジャイアントにしか攻撃しない、やばい、マジでアイスジャイアントだけ、絶対だけ。え、待って、遠距離で戦うのがもはや無謀ってこと。要は遠距離で戦っちゃいけないとか、そういう感じ。遠距離 is dead。 え、待って、わからん、本当にわからん、本当にわからん、ちょっと待って、どうしよう。倒せる気がしねえ。アイスジャイアント考えろ。攻撃力の高いキャラクターと、そんでもって、いや相手の、いや攻撃力が高いキャラクターブラドはが頑張れねえよな。どうしよう。え、全然わからん。アイスパワーやばいんだけど、マジで。パワーイズパワーなんだが、本当に。本当にマジで、パワーに全力。何言ってんの。ツッコミが欲しい。いや、我がことながらツッコミが欲しい。いや、とりあえず、ダメだ。サリッサとか、結構その前のやつらには強いよな。で、多分、将軍を並べるのは間違ってはいない気がするんだよな。将軍は多分なんだかんだ言って間違っちゃいないと思うんで、こいつは並べていきたいと思います。でもって、弓たくさん並べてどうなる？弓たくさん並べてどうにかなる、これ。だって弓ひたすらアイスジャイアントしか打たないでしょ、多分。アイスジャイアントしか打たないよな。打たないんだよな。そう、打たないんだよ。アイスジャイアントしか攻撃しようとしないんだよね。で、サリッサがやっぱ、まあ、やっぱサリッサいいね。サリッサいい感じに潰してくれるから、偉いんだけどさ。偉いんだけどさ。おお、返していく。いいよ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 。いいよ、将軍頑張れ。頑張れるよ、将軍。いいよ。なんか知らんけど、ウルの方を攻撃してるよ。うわ、将軍が凍ったまま死んだ。凍ったまま死んでる。将軍。将軍頑張ったな。いや、頑張ったよ、将軍は。で、サリッサが、あとは、待って、ウルを、あ、オッケー、ウル殺しきった。なんか知らんけど、右側の奴らがウルを攻撃してる。よくわからんけど。結局のところやっぱ弓矢か。指パッチにならなかったわ。次行こう。はい、次のクエストはこちら。オンリーバムス。バムス？はい。ということで、やっていきましょう。こいつが、あ、出た。スティックオンザボムだっけ。ボムオンスティックだっけな、確か。ボムオンスティックと、名前忘れたけど、なんかボムの人。ボムスロアだ。ボムスロアと、ボムオンアスティックだ。え、でも、これ、え ?5000 でしょ、ちょっと待ってね。いや、俺の記憶が間違ってなければ、こうい、多分ね、こういう感じで終わる気がするんだよね。見ててください。
あ、でも意外と自分には攻撃し、あ、そんなことはなかった、そんなことはなかったな、そんなことは決してなかったけれども、まあでも言うてなんかそんな気はしたいや意外と攻撃できてないぞ、意外と、おお、爆心地を駆け抜ける、爆心地を駆け抜けるおばはん、いや強強、どこから出てきたお前、なんでどっから出てきたの、え、どっから出てきた、マジで普通にどっから出てきたか分からん、え、普通にあれだったかな、もうちょっと数増やした方が良かった気がするな、買ったやん、リンゴの一撃、はい、対戦ありがとうございます。え、待って、普通にさ、どっから出てきたか気になるんだけど、どこいた、どこだろう、こんなか、え、ちょっと待って、どっから出たんだろう、え、どっから出たのか分かんないな、あ、いた、なんかクラムいた、こんなところに、なんで、ちょっと待ってえ、この位置に置いてあるのに敵キャラなの、この位置に置いてあるのに、明らかに赤の陣地なんだけど、え、それでも青なんだ、そういうことが起きうるんだねボム具合がすごい、マジでボム具合すごいわ。いやね、あのボムオンスティックってあいつ自爆するキャラクターなんで、マジであのあいつはね見てて面白いな、ポコンリンゴポコン、今の死に方リンゴポコン、すごいポコンって言ったね、本当に綺麗にポコンって言った、あーあーあああ、おクラムに食われてく、まあ、こんぐらいの数は全然平気、まあそんなところで OK かな、一瞬かい、いやまあそんな気はしたけどね、でも結局のところまあ、見てもらえば分かるんですけど、この通りね、敵に触れた時点で爆発するんで、そう、振り上げて振り下ろして爆発、はい、完璧ですね、はい次行きましょう、次はこれをやってみよう、スリーモンクス、おー、なんか久しぶりにあれかな、なんかお互いにコストの少ない戦いになったね、あ、でも全部使えるやつや、1250でしょ、文句ってどれくらいだっけ、文句が250、250、750に、150×2、280 と250で530×3、はい、1620ぐらいか、1620、何言ってんだ、1590 計算ができないバカがいるぞ、まあでも言うて、まあ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 、いやでも意外とこのねモンクさん体力高いんで、意外とその攻撃攻めあぐねてしまうところはあるよね、正直ね、ぶっちゃけでも1000並べていいんであれば、なんか普通に何使っても勝てそうな感じがするんだけどな、何そうだな、なんか全部使ってもいいってなると、なんか何でも使えちゃうから楽な方に行ってしまいそう、多分これで多分勝てますね、多分ね、多分これ普通に勝てるんで、あ、意外と弾くな、そんな弾いたっけ、え、なんかそんな弾いたっけな、なんかそんな弾いた覚えがないんだけどな、俺の記憶が確かであれば、なんか侍はもうちょっと弾かなかったような気がするんだけど、こんな弾いたっけか、倒せないな、これ多分倒せない気がする、なぜかしな、あ、死んだあれ侍って一発じゃなかったっけ、あれ侍、あれ将軍が5発で侍が1発とかじゃなかったっけの、昔なんか侍明らかに1発以上弾いてるよね、あれそんな感じだったっけ、なんか俺の記憶と違う、あれちょっと変わった、もしかしてワンチャン、まあ、分かりません、とりあえず置いとこういや意外と普通になんかちょっと難しめな感じがするので、ガチで攻略しに行こう、で剣キャラの、まあ、ただやっぱ文句が結構体力バカだからな、あいつでかいよな、でもなんか、わー、持ってしまったのはこれでなんか勝てそうな気がしないでもないなーっていうところ、3人しか並べられない、いやーポイズンセルラーで勝てるか、やってみるか、ポイズンセルラーでもワンチャンにうまくいくとなぜ勝てると思ってしまったんだろうか、なぜ俺を今勝てると思ってしまったんだろうか、そりゃそうだよな、そりゃ弾かれるもんな、なんか左側だけなぜか成功してるけどな、左側なぜか成功してるけど、まあそうだよな、そりゃ弾かれるからな、そりゃこうなるよな、うん、それはまあ、もう、眠いのかな？眠いんですか？寝ます？そろそろ。別に、そんなクソ夜中に撮ってるわけでもないけど、今日は。大丈夫かな？落ち着いた方がいいんじゃないかな？意外と、
難しいって思い始めてきたんじゃないかな。俺は思い始めてきたよ。よし、ちゃんと考えよう。うわ、俺なんかもう普通にこれで並べちゃってる。これで多分勝てる気がする。いや、生きてる。え、待って、生きるの？お、強い。文句強いな。文句耐えてる。そして地味に殺してないのを洗う。え、文句って結構強いのか。あ、俺なんか普通にこれで全部倒せるかなって思ったんだけど、ほら侍もなぜか逆に生きてるんだけど、あれあれ、え、何、もしかしてさ、え、ちょっと待って待って待って、防衛メージって何、弱体化食らった？ああ、死体が飛んできた。おーおーおー、え、待って、防衛メージって弱体化食らったのかな、マジで。なんか俺の記憶が正しければ、防衛メージって侍ぐらい倒した気がするんだけど、あれ、そんな感じだったっけ。あれあれ、わからん、わからんけれども、とりあえずすげえガチでちゃんと考えるんであれば、ね、相手が一塊になってくれないと、多分あの相手が560ぐらい使える、ん、530か、530使えるに対して、こっち側はだいたい400ぐらいしか使えないんで、相手の高体力、そして侍そこそこの攻撃力、高体力高攻撃力にニットを倒すのはなかなか厳しいと思うんですよね。まあまあそこそこ厳しいと思うんですよ。一応サリッサでどうにかならんこともないかもしれんけれども、ちょっと待ってね。ほいほい、これサリッサでダメだったら、なんか他の方法を考えるしかないね。で、あと530、これを何かしらの遠距離系は結局やっぱ並べたところでって感じなんで、ほい、いや、これかな、やっぱ縦だよな。縦やり最強だからな。そう、鉄板の縦やりの流れをね、作っていこう。鉄板の縦やりの流れに、まあこいつらが勝てるのかどうかってところをね、やっていこう。いや、言うて勝てるんじゃないかな、分からんけど。サリッサ強いよ、サリッサ。いいよ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 。右側速攻で倒れてるけど、いや、でも、あー、やばい、落とされる、落ちる落ちる。いや、マジで真ん中側ほんとクソ。ほんと真ん中の場所クソ。おい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 、ぐちゃぐちゃになってる場合か。おいおい、縦やりだろ、縦やり兵は最強なんだろ。おい、頑張れよ、ちゃんとやれ、ちゃんと。お前ほんとちゃんと働け、首伸ばしてる場合か。お前ピピミか、ピピミみたいな首してんな。おい、ほんとにやめろ。おい、待って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 、ザコイザコイ、サリッサがザコイ。ああ、なんか今度は強い。あ、せっかく有能なやつはそのまま落ちていくんだよ。ほら、有能なやつはね、淘汰されていく、そういうことなんだよね。そう、出る杭を打たれる。ちょっと有能なね、サリッサはね、すぐね落ちていくんですよ。で、このなんか背後剣をしているね、この背後剣というか背後槍をしているバカみたいなね。終わったか、終わったな。文句に弱いな、意外とサリッサ。気づいたけど、ああ文句ゴリゴリに距離を詰めてくるんで、サリッシャー、よっしゃー、これ終わったら寝よう。これ終わったら寝よう。オッケー、考えろ。思ってた5倍ぐらいむずいぞ、このステージ。こんなに見た目としてはそんなにね、派手なステージじゃないけれども、難しさを感じる、強く。どうしよう、何だったらいけるかな。ブラドはちょっと違うしな。クラムとか使ってみるか。いやー、やっぱこれあれだな、一回のひとまとまりにまとめた方がいいかもしれない。ひとまとまり、ま、ん？なって、日本語喋って頼むから、お願いだから。ひとまとまりにまとめつつ、縦2枚。心もとねー、これは心もとねーな。クラムでも、いやいや、でも結局相手も数が多いから、そう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 、回でね、頑張って、そう、ひとまとまりにしていきつつ、あ、いけるかどうなんだろう。思ったより投げてない。回もうちょっと投げないとやばいよ。まずいよ。いや、いけるいける。投げろ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 。もっともっと投げろ、もっと投げろ。おお、めっちゃ回吹き飛ばすやん。回めっちゃ吹き飛ばすけど、吹き飛ばされつつも回めっちゃ攻撃しにかかってる。えらいよ。回強い。回のなんか根性を感じる回の。あ、やばいか。文句が寄ってきた。うわー、まずい。一撃、二撃。生きてるか？生きられる。お、ギリギリ間に合わないな、これは。ギリギリ間に合わないな。お、なんか何かしてる。いや、ワンチャンあるか、ワンチャンあるのか。お、ダメだ。え、勝った。勝ったぞ。勝った。お、もう負けたかなって思ったわ。
なんかギリギリよくわからん出来事が起きたけれども勝てた。オッケー、いやよかった、ちょっと普通によかった、嬉しい。なんか割と本当に攻略法が全く思いつかなかったからこれは嬉しいわ。はい、ありがとうございます。終わるかなんだか疲れてるみたいだしな、今日はこれで終わろう。はい、ということで、TFS 世界旅行、まあ適当にね、まだまだあのパワー系ステージが僕の中でこの TFS 世界旅行の目玉ではあるんですけど、はい、もう一個ぐらいやろうかなと思ったけど、ちょっと今日はやめとこうかなって思います。はい、次回のご視聴もよろしくね、バイバイ。